今シーズン初開催となりましたエクスジェル OK チャンプ。全日本の最高峰である OK カテゴリーで使われているエンジン、そしてスペシャルタイヤではないものの非常にグリップ力の高いプライムと呼ばれるですねコンパウンドを使ったブリヂストンのタイヤワンメイクで行われていきますエクスジェル OK チャンプの開幕戦の決勝が早くもスタートしようとしております。 OK チャンプ周回数はなんと20周、現役の去年のですね OK クラス全日本のチャンピオンも参戦をして、一体どんなレースになるのか興味津々のこの一戦、皆さんもいろいろと予想しながらご覧ください。それではスターティンググリッドをご紹介してまいりましょう。ポールポジションからスタートしますのはカーナンバー15番です、アッシュ野村優斗。野村優斗はタイムトライアル46秒999と唯一46秒台を叩き出してきたドライバー、すでにタイトラトップのドライバーに贈られる AMSC 賞、タイトラ賞ですね、で5万円を獲得しています。続いてセカンドグリッドカーナンバー111番、ドラゴコルセロジ。去年の全日本では後半の伸びがすごかった清水博信。3番グリッドカーナンバー17番、今年から OK やる気満々 K スピードウィン鈴木時也。4番グリッドそのチームメイトカーナンバー7番 K スピードウィンホラチリョータ。全日本125のランキング上位が2列目に並んでいます。5番グリッドカーナンバー38番、ティームレゴリスの元 KF ドライバー前田達樹。6番グリッドカーナンバー66番です、125クラスのランキング第2位になりましたガレージ C 山越ヒュー。7番グリッド1年丸々空いて久しぶりのレースになります、カーナンバー4番トリプル K 奥住自衛。8番グリッドカーナンバー50番 AP スピード、現役の OK クラスのドライバー岩崎彩人。9番グリッドカーナンバー30番、こちらも現役 OK ドライバーサーティーズレーシング大宮健人。そして10番手に去年のシリーズチャンピオンがいます、佐々木大輝を倒してチャンピオンを獲得したのはカーナンバー34番、ドラゴコルセロジ渡来太一。11番グリッド3番、こちらも現役 OK ドライバーローザドラゴコルセ遠藤翔吾。12番手にはカーナンバー11番、去年の125クラスでですねシリーズランキング3位に入りました RL アステック佐野勇気。13番手37番レーシングスクエア現若手松浦光成。14番手21番高木プランニングから普段はダンボックを使う OK ドライバー渡部一樹。15番グリッド69番 TMO ゴルフ、去年は FP3 全日本参戦半田正宗。16番手32番マレージ C からこれからというですね若手ドライバーです梅垣清。17番手カーナンバー2番ローザドラゴンコルセ、今年 OK 参戦ですねヒエイルシア。18番手6番森下レーシングから富田セラ。19番手カーナンバー1番ローザドラゴンコルセアイコ。そして20番手にカーナンバー22番エナジージャパンのロードの州、今最も乗りに乗っているドライバーの一人、去年はヨーロッパで修行をしてきましたロードの州が参戦なんですけれども、タイム的にはですねロードの2周しか走れなかったということでタイムがほとんど出ない状況で最後尾からの追い上げとなっております。めちゃくちゃ速いですね、やっぱウォームアップでこの速さ、皆さん目はついていってるでしょうか。ちなみに去年全日本の OK クラスを前線実況で担当した私ではありますが、その時の、ね、パッケージとこのパッケージと全然違うので、まだ誰が誰なのか把握しきっていないという状況でいきなり予選ヒート誰ですかみたいな感じになってますけどね、今必死に覚えてるところです。全然だって色が違うんだもん、みんな。さあ、でも今までね、どうしてもね OK クラスっていうのはタイヤによって明暗はくっきり分かれていましたから、実際のところこのドライバーたちが同じタイヤを履いたらどうなるんだろうっていうね、素朴な疑問に答えてくれる、ワクワクするような、しかも BS とダンロップと横浜と全部履きこなさないとシリーズチャンピオンは狙えないというような、
このレギュレーションは本当にファン心理をついたというか、おのずと注目したくなるような、そんなレギュレーションになっていますよね。スポット参戦もいえばレギュラー参戦もいるんですけれども、焦点に関しましてはシリーズの焦点以外はですね、スポット参戦ドライバーにも与えられていきます。さあ最終コーナーから立ち上がってきました。スタートは、あ、まだです、まだです、まだ切られません。ローリングが続きます。さあスポット参戦といたしましては、カーナンバー3番の遠藤翔吾、4番の奥住智恵、11番佐野勇樹、22番堂園修、30番大宮健人、50番岩崎綾人、69番半田政宗、以上がスポット参戦となっており、それ以外のドライバーは年間でエントリーを登録しているドライバーです。またスポット参戦というところでは、次回6月のレースにはフォーミュラドライバーとして活躍中、福住二玲選手と笹原右京選手もドライバーとして参加するということで、これはもうこれで見逃せない、たまらんレースになっております。皆さん6月もどうぞお楽しみになさってください。さあまずは開幕戦、この第一戦の決勝です。最終コーナーから立ち上がってきました。スタートは切られました。スタートを一気に3回した。1コーナーまだ温まりきっていない、そのタイヤでハードブレーキング、そして立ち上がって秋葉原だ、止まっている。1コーナー立ち上がり、1台、2台、3台ぐらいいるか、ちょっとここから見えない、3台という情報が入ってきました。さあどのあたりのドライバーが止まってしまったんでしょうか。先頭は下り 25R に差し掛かりまして、清水博信がトップです。2番手に野村優斗、3番手に洞地亮太、トップ3はこんな感じになっておりますね。4番手なんですけれども、さあ今試験に差し掛かってくるところですが、4番手に後ろをちょっと離しているのはカーナンバー50番岩崎綾人ということです。止まってしまったのは山越、大宮、松浦の3台という情報が入ってまいりました。スターティンググリッド的にはですね、6番手、9番手、13番手というドライバーです。依然として気迫が振られています。大宮県とはリタイアという情報が入ってきました。いきなりの決勝第一戦、ここで大宮健人には勝負権はなくなってしまいました。あ、3台ともリタイアという情報です。下り 25R、 トップは入れ替わりまして、カーナンバー17番の鈴木時也、あ、ごめんなさい、スタート直後からこれ鈴木時也がトップだったかもしれませんね。清水博信の方が前からスタートしたんで清水って言ってしまいましたが、これトップは鈴木時也です。続いて2番手には野村優斗、3番手には洞地亮太、失礼しました。これから OK という若手ドライバー鈴木時也、確かに昨日の、ね、段階でもまだまだ走れてないドライバーは少なかった、走れているドライバーは少なかった中で非常にですね調子がいいという話を聞いておりましたが、スタート3番手スタートから一気に前に出ていた形になります。清水は逆にですね、どこ行っちゃったのっていうぐらいドロップをしてしまっておりますね。ヘアピンから立ち上がって、トップ集団は今度は洞地亮太に変わります。まあ、実際のところこの上位陣まだ序盤のつばぜり合い状態なので、ホラチが来ても鈴木が来ても野村が来ても全然これからでしょみたいな雰囲気を醸し出しているんですが、さあしかしながらトップ争い結構激しくやり合ってますよ。3コーナーから4コーナーサイドバイサイドになったところから野村優斗が先頭に立ちました。鈴木が出て、ホラチが出て、そして野村優斗が出てという形になりましたね。OK のドライバーの中で去年ルーキーイヤーを過ごしました野村優斗の後ろから、あー、そして一台コースアウト、カラーリング的には佐野かというところです。佐野勇気だと思われますが大きくコースアウトをしてしまいました。さあトップ集団は
5台、岩崎綾人の後ろからはスターダスター38番マーヤガキまでが第1集団となりました。第2集団6番手争いは4台です。6番手争いは奥泉、渡来、堂園、渡部という4体になってまして、渡来大地が確実に上がってきてますね。また堂園衆が20番手スタートからこの4周で8番手まで上がってきております。どのドライバーも普段は履くことがないプライムコンパウンドのタイヤでした。そしてヘアピンのところではトップ集団の中で渡部樹が動きました。5番手を走っていた渡部樹、前の岩崎綾のカーナンバー50番を捉えまして、ワンポジションのアップです。そして、6番手には、久しぶりにカートが乗って楽しいとしておりました、奥泉千恵、今日の誕生日。その後ろなんですけど、堂園が渡来大地をかわして上がってきましたよ。さあ、お兄様方、OK のスペシャルタイヤ、これに慣れすぎていると、他のタイヤがなかなかね、アジャストできないという話も聞くんですけれども、結構ね、去年もね、XJL でクソカップで南俊介とかも苦しんでいたのが、そのタイヤの違いによる挙動の違いというか、使い方というか、戦い方、この辺がですね、やっぱり OK のタイヤと普通のハイグリップとでは違うので、その辺戸惑ってイケイケの若手にズバズバ行かれてたりするというようなシーンがありましたが、この XJL OK チャンプでもそうなっていくか。最終コーナーからトップは野村優太が後ろを引き離し始めた。2番手ホラスが3番手続き、4番手前田も前から離れた。5番手岩崎も単独になりました。6周終了、まだレースは3分の1ぐらいです。これからが中盤というようなところなんですけど、にわかにですね、タイムの上がりがばらついてまいりまして、トップの野村優斗はファステスト47秒87をマーク、2番手のホラチは48秒台なので、これは野村優斗が頭一つ抜け出るわなという感じになっております。4番手の前田単独、5番手岩崎単独、6番手なんですが、こちら第2集団を離していきたい奥泉自衛なんですが、後ろ堂園衆がぴったりついてきてますね。奥泉、堂園、渡来が一段と今1コーナーに入ってるとこ、ちょっと離れてカーナンバー21番の渡部、そしてその後ろに清水博信が上がってきた。10番手まで上がってきました。一時13番手ぐらいまでドロップをしていたという清水なんですけれども、セカンドグリッドスタートの清水戻してきております。下り 25R、 この OK チャンプには一戦ごとにさまざまな豪華な賞典が用意されています。トップのドライバーには賞金5万円、トネの工具箱、2番手3番手のドライバーにはもちろん賞品はあるんですけど、それ以上にタイヤテスト参加券がかけられていたり、さまざまなスカラシップなどがかけられていたりして、またカートリパブリックやドラゴンポルテのユーザー最上位にもプレゼントが贈られますし、トリプル継承なんかも設定されているので、もうとりあえず中盤だろうが後半だろうが前を目指していけば何か賞金に入るチャンスがどんどん増えていくというような豪華賞典が設定されています。ですからたとえトップ3に入れなかったとは言ってもレースを投げるわけにはいかない、どこでどうご褒美が転がり込んでくるかもわからない、さらにはですね、まだ一般には発表されていない超ビッグなチャンスがドライバーに与えられるかもしれないという裏情報も今朝聞きつけてまいりました。そのための審査員も来場しているということです。レースは九州終了10周年。さあ2番手に鈴木時矢が上がりまして、2番手3番手入れ替わりがありました。トップの野村優斗はもう悠々ですね。まあ、もともと OK プラス全日本に上がるときに野村優斗の速さというのは非常に注目されていました。ですが去年はダンロップタイヤがブリヂストンとなかなか戦えるような状況ではなかった。そんな中で野村優斗はですね、南俊介とともにトップタイムを叩き出したり、ダンロップのユーザーのトップタイムを叩き出したりして存在感を発揮していたドライバーです。一方でかなり天然だという話も聞きますが、野村優斗ホームストレート、2番手には鈴木時矢、3番手ホラチリオンタ、4番手前田、さあそして5番手6番手今1コーナーに入っていきます。岩崎のインサイド奥泉千恵入る、
青木選手へ5番手に浮上。岩崎はクロス取ったか、取らないですね。おとつきが前です。岩崎は後ろ定義というのをそのまま3コーナーへとアプローチをしていきます。その後ろには銅像のシュート渡来太一の、この2台の対決も非常に気になるんですけど、どういう状況かな。渡来太一が下り 25R、 銅像の後ろについてますね。そしてそこから少し空いて清水、渡部、遠藤、さらにちょっと空いて今ヘアピンのところで若干入れ替わりもありましたけれども、ここは12番手以降ということになります。12番手にはカーナンバー6番の勝田聖羅がいて、13番手争い結構やり合っていますが、ここがカーナンバー32番の梅垣と比江と半田の3人。ここ結構若手なんでね、注目していただきたいと思います。去年まで FP3 とかそういったところを走っていたドライバーたちですが、ヒールシアはね OK のマシンにどんどん慣れていきたいところですよね。さあということで、20代のエントリーのうちコース上に生き残っているというようなドライバーは16台ということになりました。まだ残り周回は8周ありますが、トップの野村優斗のタイムは全く落ちを見せません。これ鈴木時矢も原木亮太も頼むから野村優斗落ちてきてくれっていうところだと思うんですけどね。そしてこれはやっぱりすごいなって思うところがカーナンバー38番の前田達樹ですね。彼は最高峰カテゴリーが KF だった時代にその KF に参戦していたドライバーなんです、前田達樹。その後ですね、カートからはしばらく遠ざかっておりましたけれども、ロックシフターで復活してきまして、鈴鹿選手権などを現在は戦っている、そんなドライバーなんですね。最高峰のドライバーの大先輩としてそろそろ洞地亮太を捉えるかというような雰囲気にもなってきましたが、残り周回数7周、ここからはレース、最後の最後、セッティングも物を言ってくるし、さよーっとカーナンバー22番、後ろを向いた道路の周、今の感じは焼き付きと、キョーンという音とともにダイヤロックとともに止まってしまいました。一般的には焼き付きと呼ばれるような状況なのではないかと思われます。そう、 OK、 これもあるんです、これもあるんですよ。キャブの調整が非常に難しいんですよね。やっぱりここはね、他のダイレクトのクラスとは違ってチューニングエンジンを使用しておりますので、常にエンジンに適正なガソリンの流量がないと焼き付きを起こしてしまうというような状況なんですね。絞ればいいというものではないというところです。どうぞのこれは残念です。さあ残り周回数は6周に入ってきました。 OK ならではの展開も生まれ始めています。エクセル OK チャンプ、カーナンバー15番、 KRP の申し子であります野村優斗が後ろを1秒3引き離してダントツ絶好調という中、2番手には鈴木時矢、そして3番手争いが勃発してまいりました。下り 25R、 洞地亮太を前田達樹が捉え始めております。ヘアピンへのアプローチです。その後ろちょっとというかかなり離れまして、単独は奥住自衛、さらに離れまして岩崎綾人の後ろから追い上げを図っているのは渡来太一。スペシャルタイヤの扱い方には定評があり、後半でのタイムはなんでこんなタイムが出てくるんだ、どうやったらあんなに速く走れるんだというぐらいの驚きを関係者に与えた渡来太一なんですけど、タイム的にはちょっとね、同じブリヂストンとはいえタイヤにアジャストできていないか、トップの野村優斗からは現在タイムでコンマ3秒落ちという形になっています。さあ残り周回は帰ってくると4周ということになります。賞金5万円は先ほどのタイムトライアルでも賞金を取った野村優斗に、そしてエントラント賞5万円もアッシュに贈られることがほぼほぼ確実なものとなってくる中で、最後何かドラマが起きるのかどうなのか。で3番手4番手のホラスと前田もちょっと離れましたね。あ、そして渡来太一が6番手に上がります。渡来太一6番手に上がります。
さあ、今年まだ OK に参戦することが決まっていないドライバーにとっては、メーカーのタイヤテストに参加する権利や走行量のサポートが行われるということで、そのあたりをこれから狙っていくドライバーにとってはね、この第1戦も第2戦もそれぞれにタイヤメーカー賞も取りに行きたいところだと思いますが、上位陣は今シーズン OK と参戦が決まっているドライバーが多くなっております。最終コーナーから立ち上がって、残り周回数は3周。お日様が照りつけてどんどんと路面温度が上がってくる中、スポット参戦も含めた現役 OK ドライバーと、これから OK で頑張るよ、あるいはチャレンジするよというドライバーたちの戦いがいよいよ終盤になってまいりました。エクスジェル OK チャンプ、今回はブリヂストンのタイヤを履いているので、普通に考えるとブリヂストンタイヤユーザーが有利かなと思われるんですが、そこはやっぱりね、スペシャルコンパウンドのタイヤとプライムの違いというところでですね、普段はダンロップタイヤを履いている野村優斗が今もダントツの状況で残り周回数2周へと入っていきます。2番手鈴木はもう単独間違いないでしょう。3番手幌地亮太も前田達樹の追撃をなんとか振り切りました。5番手カーナンバー4番の奥住知恵も快調に走っておりますが、今ね、走ってるドライバーの中で、ほぼほぼ順位順のラップタイムという感じになっているので、大きな入れ替わりはないかなというところなんですが、8番手走行中カーナンバー111番の清水博信のラップタイムが前よりもいいので、やっぱり岩崎かわしてきましたね。清水博信、岩崎綾とかわしてワンポジション上げました。清水7番手に浮上です。さあ、いよいよファイナルラップへと入っていきます。トップ4はもう変わらないでしょう。5番手も変わらない。6番手の渡来も変わらない。7番手以降がさあどうなるかなんですけど、7番手清水もキャップをいじって後ろを振り返った。後ろから岩崎綾と、清水は OK クラス全日本ではドラゴンコルセで、岩崎綾とはトリニングハートでそれぞれ走ってますし、その後ろからエンド、ああ1台止まってしまった。さあ、これはカーナンバー2番でした、ピエールシアが止まってしまいました。1コーナーです。さあ、これファイナルラップというところで止まってしまって、ちょっと残念です。ピエールシアです。割と若手の止まる率が高いのが OK っぽいですね。さあ、最終コーナーから立ち上がって、エクセル OK チャンプ第1戦のウィナーは野村優斗、完璧な勝利でした。中盤から後半も最後の1周で入れ替わりはありませんでした。最後ね、岩崎綾斗に遠藤翔吾近づいていきましたけど、入れ替わりパッシングなどはなしという感じです。それから13番手の半玉サムネまで今チェックを受けたんですけど、その後ろからアイコもチェックを受けていきまして、14台が完走ということになります。ジェントルマン賞というのも設定されておりまして、35歳以上のドライバー事前申請が必要なんですが、最上位のドライバーに対しまして、こちらも賞典が用意されているなど、結構本当ね、盛りだくさんなんですけど、ジェントルマン賞は今回ね、愛子が獲得していくことになりますね。